挑戦させていただきましたありがとうございますうそうなんです<う>女性向けのセクシュアルセミナーを解説するための PR 費用というのを今回ご支援いただきたくクラウドファンディングしておりますので詳し,くは<ん>詳しくはこちらを女,女性向けのセクシャルセクシュアルセミナー セセセクシャルミミナーセミナーーですこれをやりたくて、うん、でじゃこの中にどんな内容が含まれているのかというと、うん、もちろん私が今までコンテンツとして出してきた女性向けのセミナーもそうなんですけれども、うんはい、男性のセックス行動心理ですとかまたは「チツケア」うんうん、これん流行りの言葉です、うん、ケアなんていうのも、うん セミナーのコンテンツに含めたものをご提案させていただきたいなと思って今回クラウドファンディングさせていただきましたのでご支援のほどいただけましたらよろしくお願いいたします。1000円から、はい、ご支援いただきますのでお願いいたします。<laughs> はいえ、クラウドファンディングですからね目標金額があって、えー、寄付額に応じてこんな、えー、見返りがありますよと、はい、はいいうのがねホームページの方に載っていると思いますので、はい。はい キャンプファイヤーでやってますのでキャンプファイヤー小室ユリで検索していただけたら出てきます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではサクッと忘れて。サクッと忘れて <laughs> 流れてくー。<laughs> <laughs> 流された。行きましょういやいや。もうちゃんと覚えてますから。はい。見てくれてますから大丈夫です。いすはい。今週のニュースに行ってみたいと思います。これねー。 えー、2021年3月4日7時10分 NHK ですよ。よく通り上げた NHK ニュースウェブ、うん、ね、うん、友達 TV の、ね、武田先生が大嫌いな <laughs> NHK <laughs> <laughs> 生理の貧困を調査学生の約2割生理用品買うのに苦労と、うんね、私これこんな苦労したことなかったですよ。ああそうですか 実家にまあ学生の頃実家にいたのでじゃあ生理用品は出資は親だったで二十歳になって家を出た時にはもう AV 上位やってたので買うのに苦労しないお金は全然あったからあこうなんだっていうのは衝撃でした読み進めていきましょうはいえとですね「みんなの生理」っていうところがあるらしいんですねハッシュタグががいてるところ今風ですよね。 アンケートを行いました、はいえー、アンケートは高校生以上の生徒学生を対象に SNS で協力を呼びかける形で行い、うんえー、今月2日までのおよそ2週間で671件の回答が寄せられましたとこれ4日のニュースですからね 2>,、はい、2日までに671件2週間ですからね割と来てますよね、うん、はいでこのアンケートまだ継続してるそうなので このハッシュタグみんなの整理で検索していただければアンケートまだ回答できると思いますんで、はい、多分だから今で言えばもっと増えてるんだと思いますねうん、うん、はい。じゃあ内容の方に行きますと消費税率が10%に引き上げられた際大学生が中心となって作ったグループで整理用品の軽減税率適用やいいですねこれねはい 学校での無料配布を求める活動を行っているのがみんなの生理という団体ということなんですけど、うん、いいですねこの生理用品への軽減税率適用。食べ物は軽減してくれるのになんにでコロナ禍でアルバイトができず経済的に困窮する学生が増える中生理用品が買えなくなるなどして。 日常生活に支障の出ている人がどれぐらいいるかインターネットでアンケート調査しました。はい。はい、買うのに苦労した経験がある学生はおよそ2割。2> うん、2割。うん。すごいですよこれ。でこれは経済問題とはまたちょっと違うんですけど、うん、生理が原因で学校を休むなど生活に支障が出ている人も5割近くに上ることがわかりましたと。 整理全体に対してのアンケートだったということですね。で続けていきますと、うんうん、調査団体はまあ代表さんがインタビューを応じてますけど、想像以上に深刻な数字だったと。うん、で過去1年間で買うのに苦労したことがあると答えた人20%。はい、まあそこれさっき出てましたね、2割。買えなかったことがある。うん、そもそも買えなかった。うん 経済的な理由ですよはいはいこれ私あのこのニュースをまとめるのに気になって、うん、コンビニに見に行きましたお<ー>一番安いので15個入りでまあ税込み400円ぐらいですかね高くなったなあもっともっと安いのあったんですかコンビニだからかもしれないですよドラングストアで見たらもっと安いものもあるのかもしれないそんな感じでしたねはい買えなかったことがある、うん 生理用品を交換する頻度を減らしたことがある37%、はい、約4割これはでもな、うん、まだわかるかな買えなかったらまずそこからですよね、うん、トイレットペーパーなどで代用したことがあるも27%、はい、約3割。うんうん 健康に関わるものを節約のために不衛生な状態で使い続けている人がいるなど、うん、この問題を社会でもっと認知して生理で困っている人の環境を整える必要があると思いますというこの団体の団体代表さんは言われてます。そうでですすねさっっっき軽減で税率って,言ってて言ないですか、はいうん ドラッグストアさんの CSR 活動で10個買ったら1個ただキャンペーンとかってダメ、はいうん、あ全然いいんじゃないですかそうすると、はい、そこで10個買ってくれたら消費税なかったことになりますよね、うん、あのだってティッシュなんかもねよくあの無料で配ってたりとか、うん、お酒買ったらなんかねカップが付いてたりとか付巾が付いてたりするじゃないですか、うんうん、そんな感じで 3個増量とかね、うん、そういうの結構ありますよね、うんうん、そういうのやられたらどうかと思いますけどね,ね、うん、大学の近くのドラッグストアさんとか薬局さんとかでね、うんはい、やってくれたらいいなとか思っちゃった本当ですよ、ねはい、でその環境を整える必要があるっていうことになるとさっきの軽減税率なんかもやっぱり政治的な動き絡んでくるじゃないですかはい。はいそれねあの 思ったんですよ、ねうん、あの日本に人口が1億、まあ、2,000万切るぐらいだになってきてますけど、はい、そのうちの半分、まあ、女性の方がちょっと多かったとして6,000万人だとするじゃないですか、うん、そのうち何人生理用品が必要な、ね、年齢かっていうのを考えたらまあ多く見ても半分の3,000万人。 負担してあげても9000万なんですよね、うん、それぐらいの予算あっという間にできるんじゃないかなって私は個人的に思うんですけどなんで誰も訴えないんですかねうう半分が男性だからじゃないですか半分以上ってことですかね今ねで、うん、政治に関わってるのは、うん、男性8割女性2割でしょ今そうですねそうすると、うん、その8割の男性が何か気づいてくれないと始まらないあのねよくあのー どういうんですかねあの国会中継とか最近あんまりバカバカしくなって見なくなってるんですけど <laughs> あの見てるとね桜を見る面倒台がいくらだのなんだのねあの森さんが何か言っただのねいろいろキャン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 騒いでる女性の議員さんたくさんいらっしゃいますけど。 こういうの活動された方がよっぽど国民のためにいいんじゃないかななんて思ったりするんですけどそんなここととを言う怒らられれますかね少子化訴える女性議員はぜひってもいいた確実に女性の性に関わってくる話なのでもちろんじゃあ生理用品を取り替えなかったから不妊になるのかって言ったらそんなことはないかもしれないけれどもそれこそ女性のメンタリティに関わってくる話だし。 そうですよね、うん、三原純子さん聞いてますか聞いててまますすか続けていきます、ねはい、で、これまたちょっと経済的なものとね、えー、少し変わってくるんですけど、えー、生理で生活にどんな支障があるか要は生理自体でどんな困り方をしているかっていうところなんですけど、はいうん、学校を欠席や早退遅刻したことがある人が49%。うん ほぼ半数、はいうん。アルバイトなどの仕事を休んだ人が三十一パーセント。うん、やっぱりね、収入源になるところの方が、やっぱり少し減るってことですよね。うんうん、就職活動など、諦めたことがある人が六パーセントもいる。はい、こうこせつないですよね。あのー、これね。うん、ここに実は。うん 結婚生活が荒れるっていうのも入ってくると思うんです。うん、あじゃあ、生活でどのような支障があるかって、はい、P. M. S. の話じゃないですか。P. M. S. とは、はい <S えー。生理前月経症候群、あ、月経症候群。生理が重かったり、うん、生理前の症状がきつくて。 こう頭が痛い腰が痛い、うん、お腹が痛いで学校へ行けないバイトが行けないその中に結婚生活に支障が出る、うん、結婚生活で旦那様に当たり散らすっていう女性も実はここに入ってくる。なるほどで今その PMS っていうもののさらに辛い方は、うん、PMSS っていう障害がある。 最後のがシンドロームとかだとするとその前に S が1個加わるのはスストレとかもう PMS お腹痛い気分が良くない腰が痛いよりもさらにメンタリティーが保てない人たちのことを PMSS。そうすると生理前と生理後のこの2週間の温度差がもう般若と天使みたいだっていう男性の意見が あってそれで結婚生活を諦めようかどうか悩んでる男性っていうのを実は私知ってます。うなるほどもう耐えられないってえとですねぜひここで一つ言っておきたいのはそういうのがあった時に男性がやりがちな失言が絶対やってはいけない失言が一個あるんですけど「なんだあの日なの?」とか。<laughs> 男性言うんですよ私も元奥さんに一度言ってひっぱたかれたことありますもんねどこそんなのお前外で言ったら許さねえぞって言われたら、うんうん、それから気をつけるようになりましたけどもうあのその話をちょっと他のの、ね、女性に少し話をしたりしたら、うん、もう共感しかないってみんな言ってましたねやっぱり。 でだ戻気を取り直していきますと、はい、神奈川県内で専門学校に通う19歳の女性の話が取り上げられてます具体,具体例として。はい、でこの人はですねあの男,性あ男性とじゃないお父さんと2人暮らしらしいんですよ。うん、で基本自分の生活に関わるものと学費は 奨学金と自分のアルバイト代でやりくりしてるっていう偉い女性なんですけど、うん、アルバイトを掛け持ちして月13万ほど毎月稼いでました、うん、でもコロナ禍でシフトにほとんど入れなくなって先月は2万円足らずになっちゃいました、うんうん、食費を確保するのが精一杯もうその通りですよね月2万円ですからね。うん 食費だけでも足りんのかって話ですよねうんコロナですよねねえアルバイトを掛け持ちして飲食店などのって書いてありました、うん、飲食店叩きもほどほどにって思いますよ本当にはい。働いて給料を増やすために生理用品を買うということができず要は生理用品がないから外出できないと働いて給料ももらえないと、うんうん でも働くためには生理用品を買,えな買わないといけない、うん、でもその余裕がない、うん、負のループが続いている感じですと、うんうん、生理用品が使えないことで病気になるのが一番怖いですと、うんうん、女性が一定の年齢になってからおっ消えちゃったびっくりしましたね。 失礼しました。大、はい、失礼いたしました。<laughs> パソコンのバッテリーが切れました。はい、きっとスタッフさんがくやくま。変わっております。はい、<laughs> <laughs> あ、ここ合成になります。パソコン。<laughs> <laughs> <laughs> そこまではしないかはい。えっ、ー、と、病気になるのが一番怖いですっていうことですよね。はい。はい。<laughs> で、この女性ですね。あのー。 うん、そうあのこの状態についてその何、うんえー、一番怖いです、うん、でトイレットペーパーなどを使ったことがあるみたいな話してましたけど、うん、この方はですね、えー、父親に言いづらくまあそうですよね生理用品のことですからしかもただし学校の友達に毎回分けてもらうわけにもいかず。うん 自宅にあった安いキッチンペーパーや、うん、厚手の布などで代用していましたが、うん、そうした日は血や稽、うん、<laughs> 血で服などを汚さないか不安で長時間の外出が難しくなったとお父さん <laughs> いやかわいそうだなと思って本当。まあ女性としてはあるよねって思ううん。うん それ続くのかなと思う女性が一定の年齢になってから閉経するまでずっと使う年間何万円も使うものなので何か支援があればいいと思いますということなんですけど女性議員の皆さんいかがで本当少子化問題をさっき見ましたけど少子化問題子子は女性は子どもを産むべきだって言ってる某議員さんとかいらっしゃるじゃないですか。はい ここ見てほしいですよね。うん。うん、多分ね、議員さんが本気でちゃんと動いたら。九千、うん、万の予算なんかあっという間だと思いますよ。本当ですよね。国会議員さん一人。うん。うん、で。ここね、まあ、生理用品って、多分。うん、ナプキンとか。タンポンのことを指してると思うんですけれども、うんうん、それ以外に。今、女性の生理用品って、たくさんあるんですよ。 うん、そういうところにも、うん、ぜひ着目してもらいたいいたなと思います私も実はユーザーなんですけど月経カップっていうのがあって、うん、女性の室内にシリコン製のカップを入れて、うん、そこに経血をためると。あ<ー>で、はい、それを溜まりきらないうちに取り出して交換するい、うん、ったか捨ててこう。 ししてててて交換してまた入れ直すっていうこれはあのねそれこそ年間9,000万もよりももっと安く1回はね配布したら使う使わないはその人の自由としても数年間は使えるもの半永久的に使えるものではあるので。でね整理が重かったりとか。 痛みが激しい人なんかは、その分痛み止めとかにも回せるかもしれないですもんね。そうですね。必要な人も絶対いると思うので。はい。なるほど。そういうものがあるんですね。知りませんでした。はい。はい。今日はいろいろありますね。ちょっと訂正が入りました。はい。ええ、私が算数ができない人だということが。まろやかになってしまいました。九千万じゃないんじゃないかと。 もう今の段階でこれ見てくださってる視聴者の方は「おい違うぞ領事と」と、うん、言ってる方が多分いると思うそうなんですそうなんです,す9,000万だと3,000万人かける3円なんですよ3万円っていうことはえー、1万億円えー、と違う違う9,000、ま、億9,000億、うん、9,000億に丸が8つなんで9,000億ですよ9,000億 全然違うじゃなんでも <laughs> あの一つの事業と考えれば、うん、まあ全額負担でなくてもいいし何もね生理用品売ってる会社のもの全部買い上げてあげる必要はないので <laughs> それこそ生理用品は保険の範疇にすればいいわけですよ。うん、生命保険うん 健康保険そしたら3割負担じゃないですか生命保険なわけねえたらそうですねまあ私は買った経験がないので実感としてはないですけどやっぱり7割出してもらえるってことになったらそれはいいですよね。って400円のダプキンがいくらで買えるの ?3 割負担だからトントントン120円いや安いめっちゃありがたいって思いますよ。 そそうそうだから、まあ、もし万が一閉経しちゃってる女性がいたとしても昔苦労してるのを知ってるわけだからそこは多分文句言わないと思うんですよねみんなで助け合いましょうっていう話で、うんうん、問題は男ですねそこか、はいうん、そこか、うん、でもねシースとかさレビトラってあれ保険外なんです保険内な,なんです 考えてみたことなかった。えっとですね、処方箋は出ますけど、保険内じゃないんですね。保険内じゃないのか。はい、そうか。ええ、うん。多分。そうかあ、あれです。あの診断名がつけば保険内です。そうか。E.D. とか。うん,うん。それと同じように考えてもらえればいいわけよね。うん。まあただ、そうか。その辺医師会とかあの。 憲法組合とかに入ってくると,病と、病気じゃない。っていうこと診断名がつかないっていうのは。出てきちゃう。出産と同じってことか。出産と一緒ですね。はい。はう,、ええ、うん。これもな、社会の問題ですな。うん。うん、でも、なんかね、支援策あっていいですよね。うん。まあ、冒頭にも言ったけど。うん、個々でできること。として考えるのであれば。うんうん ドラッグストアさんの取り組みとか薬局さんの取り組みで、うんはい、ね、うん、10個買ったら1個プレゼント逆にですねこういうものをあの企業であったりとか、うん、まあ公共団体であったりとかが配る、うん、配布する無料配布するっていうのは。うんうん まあ性に関するものなんで日本の今までの人たちっていうのは抵抗あるかもしれないんですよ、うん、でもこれからはそういうのをしていっておかしいことじゃないじゃんなんで普通のことなのに隠すの、うん、もっと大っぴらにしていこうよっていう風な風潮につなげられるいいツールになるような気がしますけどね 時間問題と同じですよあなたの娘さんお孫さんがこの状態に陥ったらあなたどう考えますかっていうところですよねキッチンペーパーをねだってキッチンペーパー自分の娘がですよお股に挟んでるんですよどうですかって思うと嫌だってこれがね あのお母さんとか嫁だと多分動かないんですよ。娘からじゃないと動かない。お母さんとか嫁だと動かねえのか <laughs>。動かなくない。どう、どうですか。これ聞いてくださってる方。い,やいてい嫁であれば動いてほしいな。せめてね。うん。それは思うけど。うんうんうん、はい。はい、だからそういう、その。男性に。そういう。ことがあるんですよっていうのを。 知ってもらうためにね、うん、そういうのをどこかがやるっていうのもいいんじゃないかと思いますけどね、うん、あの会社の人から「これ奥さんにお土産で持って帰ってあげてください」とか、うんうん「娘さんにお土産で持って帰ってあげてください」まあ娘さんの年代によってはそれは「うわ肝」とか言われるかもしれないですけどそれはだってお母さんに渡してお母さんからあげてもらえばいいんで。うんうん そうのなんかね、プライドが邪魔するんでしょうね。どうなんですかね。こんなこんなものこんなものですよ。こんなもの持って帰ったらなんて言われるかわからないって思ってる方いっぱいいると思う。もしコンドームとかだったら喜んでもらうわけでしょ、男性。もらうけどそれを家に持って帰らないから。あ、その辺で使っちゃうんですか。違うところで使うから。そうそれはまた違うところが壊れてるじゃないか。はい。はい。 ねはい、あのお互いのね過去がいろいろと透けて,、ね、て見えるような感じになってくるのでね次いきましょう次はもうないんですけどあ要はね、あのー、要はねっていうか私 <laughs> <laughs>、はい、<laughs> 思ったんですけど、あのーまあ、前にこういう国際セクシャリティ教育ガイダンスの本とかご紹介したじゃないですか、はい、この本とか。うん 性教育を、なんか全くしない国なんですよ、日本。で、一応やるんだけど、うん、中高で使わない、中高の授業で使わない言葉は。出さないっていうことになってるんで、うん、生理という言葉は使うけれども。うん、えー、なていうのかな、セックスという言葉は使わないとか。そういうのがあって。 もう現実に即した話に全くならないんですね。で、正直私これ遺言ですよ読んでくださいって、うん、ユネスコのね国際セキュリティ教育ガイダンス出しましたけど、うん、正直これは読むの骨折れます。<laughs> 難しいし、専門用が多い。はい。はいえー、で、あのー、基本の前提のところから全部。 筋立てて話して言ってるんで、うん、私もなかなか読むの大変でした、うん、なので例えばこういう本持ってきたんですけどこれあの野島奈美さんっていう方の著奏で、はい、タレントの福田萌恵さんがあの 推薦文というか、帯書いてるんですけど、うん、ご存知ですか?。パンツの教室。そうです、そうです、そうです。はい、とにかく明るいパンツの教室っていうのを。やってらっしゃる理事の方で。お母さん、学校では。防犯もセックスも否認も教えてくれませんよと。うん。このタイトル、そのままですよね。はい、そのままです。はい。うん。で、こっちもですよ。うん。こういうことも。教えてくれませんよ。 っていうことですよね、うん、だから男性は何もわからないんで、うん、こういうことを小さなことって思っちゃう、うん、っていうことですよね。でねこれ、うん、私経営者さんに、はい、実はこの女性の生理を知ることとか女性の生理周期を男性がつけることで女性の生理周期を男性がつけることって。 女性社員のマネジメントにがるるんんですすよって話をですこれは医療事務局長もその通りだよね「僕これは小室さんの話を聞く前から実はやってました」と「看護師さんの生理周期をつけてました」っていう方も実際いてなんでかっていうと女性の生理周期を知ることで。 この時期にこの業務を依頼するっていうコントロールができるわけですよどうしてもさっき言ったように PMS とか PMSS とかあるから、うん、できる時とできない時があるんです女性はこれをマネジメントしてくださいで、これをやることで何が起こってくるか経営者さんは 経済的な損失を軽減することができる。うん、なるほど、はいで。ミスが増えたりとか、その時期どうしてミスが増えるとか、うん、商談に行けなくなるとか、体調が悪くなって仕事の効率が落ちる。うんうん、これによる経済的な損失を防ぐことができるんですね。うん、ちなみに、えっとバイエル製薬さんが日本人女性2万人に実施した、うん。 調査結果っていうのは。2> 2万人結構ですね。あって、うん、この p M. S. などの月経症。月経困難症による労働力の低下による経済的損失は年間。六千八百二十八億円。だと言われてるんです。これがあなたの会社にも。 起こり得るっていうか起ってる。だから女性の生理周期をマネジメントとして捉えてくださいっていう話をしています。まあよっぽど時間をかけてミーティングというかカウンセリングというか重ねていかないと難しいかもしれないですけどね。その女性とのそれを聞いてもいいだけの信頼構築ができないともちろん難しい話ではあるけれどもあなたはその信頼構築を知る。 業務として考えるか考えないかっていう。うん、なるほど、うん。そうですね。そういう時代です、うん。なるほど。うん、これどうだろうな、あの。今ちょっと思ったんですけど。うんうん、あの、今。癌を。ポンって呼ぼうっていう。活動があるんですよ。癌って言うと。みんな深刻に考えちゃうじゃないですか。<laughs> で。<laughs> かかった人も深刻に捉えちゃうし周りの人たちも「はい、えっがんなの!」ってもそこから暗い空気しか起きない、はい、でそれを「ポン」って呼ぼう、はいでン「ニューポン」<laughs> 私「私ニューポンサバイバーです」みたいなあ<ー>、うん、っていう活動が結構女性中心に広がってきていて<ー>そういう生理とか月経とか、うんうん、そういうのに。 変わるなんか明るい言葉を生み出したらどうなのかなって。ちょっと今思ったんですけど。なるほど。イメージが変わる。考える。うん、ちょっと考えるそれ。できたら面白いかなと思って。うん。あの。パンパパン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 。ね、あの。ですよね <laughs>、うん。まあね、あの、そんな。 いろんなやり方があると思うんでねぜひちょっとアイディアをねカメラの向こうのスタッフがニヤ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 してんだよね、うん、それはいつものことじゃないですかということで、えー、いろいろトラブルがあった回でしたけれども <laughs> まとめていただければと思います <laughs> はいはい、えー。男性にしてほしいこの生理事情なかなかね今受けてきた 性性教育でじゃあ男性がそれを受け止めてください今からその価値概念変えてくださいっていうのは正直難しいと思いますそこは私も納得しているなのでこれを経済に置き換えてもらいたいいたなと思います、うん、女性これからね女性の社会進出経,経営陣に女性を入れなくてはいけないとかいろいろ言われてるじゃないですか現場も女性がいないと回らないじゃあその女性を生かすための マネジメントとしてさっきも言いました考えていただきたいと思いますあなたの会社経済的に守ってください以上ですありがとうございましたそれでは小室由里のネットでウィークエンダー今週はここまででお別れといたしますまた来週お会いしましょうありがとうございましたパン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  <laughs>